my videos today, I want to answer questions from you. I'm sorry, I will speak Japanese from now. はい、皆さんこんばんは、トトです。今日はね、こういうビデオを撮るっていうのはこの間の湯の町エレジーを弾いた時以来ですよね。すごい久しぶりです。ね、今日はね、前からそうなんだけど、すっごく多くの質問をいただいてることがあるんですよ。くぶくり外国の方からなんですけど、今日はね、私のギターのトーンね、をどうやって作ってるのか、どういう風にしているのかっていう質問が非常に多くいただいているので、それに今日は答えるためのビデオを作りたいと思います。実はですね、私が使ってるエフェクターっていうのはもう、いくつかつながってはいるんだけど、実際に音を変えるための、音を作り出すために使ってるエフェクターっていうのは、実は2つしかないんですよ。いっぱいいろんなことをやって、いろんな音を作ってるように思われがちなんですけども、実は2つしか使ってないです。本当にシンプルなものなんですよ。ディストーションとイコライザー、これしか使ってないです。はい、これがですね、私が使っているエフェクターなんですね。はい、で、まずこれはね、ヤマハのグラフィックイコライザー、こういう設定になっています。はい、気になる方はご覧になってください。それとこれは使ってます。で、次これ。これはコンプレッサーなんですけど、これはつながってはいるけど、実際使ってません。いろんな動画を作ってる上で、ちょっとロングトーンが欲しい時のみにしか使わないです。めったにないので、ほとんど使ってないです。はい。で、次これ。これは、これマクソン。マクソンの、ね、ノイズゲート。これは常に使ってます。だけど、これは、音を変えるためのものではなく、ノイズをカットするためだけに使っているものなんですね。はい、次これ。これはボス の、 スーパーフィードバッカー&ディストーションっていうエフェクターなんですけど、これもつながってはいるけど、実際使ってません。はい、次はこれ。多分これディストーションなんですね。これマクソン古いんですけど、マクソンの DS-1 というエフェクターなんですね。はい、多分ね、私の音作りは多分これがキーだと思います。設定はこの一番左がこれファズ、もうマックスにしてます。それとトーンはセンター、それとレベルはマックスですね。はい、多分これがキーだと思います。これがつながってます。それでこの次にはこれ、これはモジュレーション系のエフェクターなんですね。はい、こっちにあるやつなんですけど、これのフットスイッチなんですけど、これもね、バイパスされてて使ってません。スイッチはオンになってますけど、もうここにバイパスっていうボタンがあるんですけど、これでもう使ってません。バイパスオンになってます。で、この後にこれ 6トロのハッシュ、これは使ってます。これはノイズゲートではなくてノイズリダクションですね。はい、これは音を変えるためのものではないですね。ノイズをカットするためだけのものです。で、これだけしか使ってないんですよ、実は。それとアンプはこれ。これはね、これとこれ。
今日はこれを使いました。これはね、マーシャルの、2203っていうモデル2203っていうマーシャルで、はい、設定はこのようになってます。こういう設定ですね、はい、でちなみにこっちは、1959、これは今日は使ってません。一応これ設定はこういう設定です。で、音はですね、基本的に私はこのマイクを使って、録音してます。はい、こんな感じでいいでしょうか。で、ちなみにここにあるこれはただのミキサーです。はい、こうにマイクを使ったり、こうキーボードを使ったりいろいろこうするのに、このミキサーを使ってるだけです。レベルを調整してるだけにしか使ってないですね。はい、ちなみにこの下のこれは使ってません。血栓もされてません。で、これがこう来て、パソコンに入っています。はい、いかがでしたでしょうか。これが私の音の秘密っていうほどのものじゃないんですけど、音作りをするために使っているものです。いつもね、私の動画を見てくださってありがとうございます。もしよかったらグッドボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあバイバイ、次の動画でお会いしましょう。